西暦1998年、ガンダムゲームの歴史に一つの作品が刻まれた。 SD ガンダム G ジェネレーション。数々のガンダム作品からモビルスーツやキャラクターが集結する本シリーズは、全ての世代のガンダムファンからの支持を受け、時代とともに進化を続けていた。しかし、オーバーワールドの発売から4年の沈黙、そして2016年、待ちに待った時は来たのだ。 G ジェネを愛した者たちの思いが無駄でなかった証のために、その魂が受け継がれ、新たな原点となるために、全てのガンダムファンよ、そして全ての G ジェネファンよ、私は帰ってきた。 SD ガンダム G ジェネレーションジェネシス。G ジェネシリーズ新章がついに始動する。新たなハードで生まれ変わった美麗な戦闘演出に刮目せよ。素晴らしい。まさに G ジェネの魂が形になったようだ。ハイニューガンダムは伊達じゃない。引導を渡してやる。目障りなんだよお前は。俺の前から消えろ。宇宙世紀100年の名場面の数々を体感するのだ。我々の真実の戦いを後の世に伝えるために。うわぁ、すっげー、本物のモビルスーツだよ。シャア、なぜララを巻き込んだ。モビルスーツズダはもはやゴーストファイターではない。ギオ、なぜ動かん。母さん、ごめん。俺は行くよ。機体の開発、設計、交換などは今までの基本システムを踏襲。これならば自在に部隊を編成できるであろう。君だけの夢の舞台で歴史をたどるのだ。新要素で G ジェネはさらなる進化を遂げる。本作からミッション中のゲスト機体も有効に活用できるようになった。ゲスト機体が持つゲットゲージは敵を倒すことで溜まっていく。ゲージがマックスまで溜まると、そのゲスト機体が生産リストに追加される。この機体は開発させていただく我が部隊最高のために。ゲーム中に設定されているクエスト、様々な条件を達成することでパイロットや機体などが入手できる。再び我らの理想を掲げるために共に靴輪を並べようではないか。サブフライトシステムが復活。マップ内を縦横無尽に移動し、一気呵成に敵を撃て。地形適性のない機体の出撃も可能になる。そして本作最大の進化、グループ攻撃。戦艦と機体が連携して行うグループ攻撃。戦艦の周囲に配置した味方ユニットと同じ数だけロックオンして敵を一網打尽にせよ。泣き言を言うな。支援を頼んだぞ。敵の部隊を一気に叩く。なんとたわいのない外周一色とはこのことか。よし、このまま一気に突破口を開くぞ。サポートは任せろ。モビルスーツ隊、かっこ迎撃に当たれ。俺たちであいつの動きを止めるぞ。先にガンダムでやってみます。とんだアマちゃんだね。この一撃に俺の全てをかける。行くぜルース、俺が一番敵を落としてやるぜ。イヤッホー。できることにベストを尽くすのみ。仕掛けますぜ。敵に攻撃を集中しろ。俺は生きる。注意は私の背後につけ。インビジブルナイツ動くぞ。これより作戦を開始する。おむつじさんでお供します。はっ、ただ駆け抜けるのみ。私の後に続け。事態は見えてきた。あとは簡単だ。俺だって頑張ってんだ。逃げられやしないんだよ。危険だクリス。畜生、下がれよ。落ち着け。チャンスは最大限に生かす。それが私の主義だ。消えてしまえ。おらおら、僕は今戦う男としてここにいるんだ。子供騙しはもうやめだ。食らいやがれ。落としてみせる。いい度胸じゃないか。来やがったな。よくもまあ抜けるけど。貴様を逃がすわけにはいかん。もらった。落ちよ。せいぜい逃げ回るがいい。
これぐらいしかできなくても、せめてそれだけでも。敵に情けはかけん。見ていてください、これが私の戦争です。一人で見せる。もらった。見えた。そこで踊れ。勝てるぞ。今は戦争なんだ。下手な真似はしない方がいい。ここで引くわけにはいかない。本気で行かせてもらおうか。覚悟するんだな。ここらで幕引きといこうじゃないか。ここは戦場なんだ。迷いなんてない。お尻が丸見えでございますわよ。みんなで降りかかす。僕は戦える。仕方ないわね。痛くしないから。その身に刻むがいい。あなたの動きは見えているの。お掃除と行きますか。貴様の好きにはさせん。全ての決着をつける。その魂は受け継がれ、新たな原点となる。 SD ガンダム G ジェネレーションジェネシス、11月22日発売。人の犯した過ちはマフティが粛清する。体制に含まれる毒は浄化されなくちゃならないんだよ。目障りだ。この俺の前から消えろ。ゲーム発売後もミッションや機体の追加配信が決定。機動戦士ガンダム閃光のハサウェイのシナリオが楽しめる追加タイトルパックを配信。他にも多数のダウンロードコンテンツを配信予定。詳しくは公式ウェブサイトをチェックだ。そして予約特典はこれらの有料ダウンロードコンテンツが無料でダウンロード可能な豪華パス。これほど踊る心で予約したことがあっただろうか。